ゴールデンウィーク初日、平野翔のメッセージで涙する神宮寺と騎士平野翔、神宮寺勇太、岸裕太の絆が未来を変える。感動のメッセージ全文公開。平野翔がナンバーアンダーライン愛の仲間である神宮寺勇太とガン裕太に送ったメッセージが、彼らの友情の絆をさらに深めた瞬間についてお伝えします。ゴールデンウィーク初日、神宮寺と騎士はそれぞれのドラマが、 歴代シンドラランキングで上位にランクインしたことを祝うメッセージを受け取りました。このメッセージは、平野紫からの心温まるもので、二人の心に深い感動を与えました。神宮寺、騎士。君たちの努力と才能がこうして認められたこと、本当に嬉しく思う。スキスキワンワン、と、受付の女王が多くの人々に愛され、評価されたことは君たちの日々の頑張りの証だ。 僕たちの友情も、こうしてお互いを励まし合い、支え合うことでさらに強くなっていると感じるよ。これからも一緒に頑張っていこう。このメッセージを読んだ神宮寺と騎士は、平野の深い思いやりと友情に感謝の気持ちで胸がいっぱいになりました。彼らは、ナンバーアンダーラインアイとしての活動を通じて培ってきた絆を再確認し、これからの活動に向けて新たな決意を固めました。 ナンバーアンダーライン愛は結成当初からメンバー同士の強い絆と信頼関係を築いてきました彼らの友情はステージの上だけでなく日常生活でも深い結びつきを見せています平野神宮寺岸の3人はお互いの成長を見守り励まし合いながら共に歩んできました「スキスキワンワン」で主演を務めた岸優太はその独特の演技と魅力で視聴者を魅了しました このドラマは、彼の多彩さを示す一つの例であり、彼のキャリアにおける重要な一歩となりました。一方、受付の女王で主演を務めた神宮寺裕太は、その温かみと真摯な演技で多くのファンの心をつかみました。彼の演技は、視聴者に深い感動を与え、彼自身の成長を感じさせるものでした。平野翔のメッセージは、彼らの努力が報われたことを祝うだけでなく、 ここれからもも共に成長しし続けることを誓うものでした彼の言葉は、単なる祝福のメッセージにとどまらず、彼らの未来への希望と期待を込めたものでした。このメッセージが持つ意味は、彼らの絆をさらに強くし、今後の活動へのモチベーションを高めるものでした。神宮寺と騎士は、平野のメッセージを受け取った後、それぞれの思いを胸に、新たな挑戦に向けて準備を始めました。 彼らの目には、決意と希望が宿っていました彼らはこれからもお互いを支え合いながら、より高みを目指して努力を続けることでしょう。彼らの友情と絆は、ナンバーアンダーラインアイの活動を通じてますます深まり、多くのファンに感動と勇気を与えています。平野紫、神宮寺勇太、岸優太の3人が見せる絆の力は、ファンだけでなく、 芸能界全体にも影響を与える存在となっていますゴールデンウィークの初日に彼らが受け取ったメッセージはただの祝福の言葉ではありませんでしたそれは彼らのこれまでの努力と成長を称えるものでありこれからも共に歩んでいくことを誓うものでした彼らの友情は時間と共にさらに深まりこれからも多くの人々に感動を与え続けることでしょう ナンバーアンダーラインアイのメンバーとしての活動を通じて、彼らはお互いにとってかけがえのない存在となりました。平野省のメッセージは、そのことを再確認させるものであり、彼らの絆をさらに強くするものでした。今後も、彼らの活躍に目が離せません。彼らの活躍は、エンターテインメント業界においても大きな影響を与えています。平野省神宮寺雄太、 岸優太の三人が示す友情の力は、個々の才能を超えて、チームとしての強さを際立たせています。彼らの結束力は、どんな困難にも立ち向かえる強い意志を持つことを象徴しています。彼らの絆の背景には、日々の努力と互いに対する深い信頼が存在します。平野のメッセージは、その信頼と友情を象徴するものであり、神宮寺と岸にとっては励みとなるものでした。 このようなメッセージを通じて、彼らはお互いの価値を再認識し、さらなる高みを目指して努力し続けることを誓いました。平野、神宮寺、岸の3人は、それぞれ異なる魅力と才能を持ちながらも、共通の目標に向かって進んでいます。彼らの共通点は、常に自己を高め、ファンに最高のパフォーマンスを提供することです。この目標に向けた彼らの努力は、 多くのファンンンンに感動を与え、エンターテインメント業界全体にも影響を与えています。また、彼らの友情の深さは、ファンにとっても大きな魅力となっています。ファンは、彼らの成長と絆の物語を通じて、自分自身の人生にも励ましを見いだしています。平野のメッセージは、そんなファンにとっても感動的な瞬間でした。彼らの絆の強さが、ファンの心に響き、 多くの人々に勇気と希望を与えていますさらに彼らの友情の物語はエンターテインメント業界においても注目されています彼らのような強い絆を持つグループは業界全体においても稀有な存在でありその存在感はますます大きくなっています彼らの活動を通じて多くの人々が友情の大切さを再認識し自分自身の人間関係にも影響を与えることでしょう 平野翔のメッセージは、彼らの友情の象徴であり、未来への希望を込めたものでした。このメッセージが持つ意味は、彼らの絆をさらに強くし、今後の活動へのモチベーションを高めるものでした。神宮寺と騎士は、このメッセージを胸に、新たな挑戦に向けて一歩一歩進んでいくことでしょう。彼らの絆の力は、今後も多くの人々に感動を与え続けることでしょう。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーとしての活動を通じて、彼らはお互いにとってかけがえのない存在となり、ファンにとっても大きな励ましとなっています。彼らの友情の物語は、エンターテインメント業界においても大きな影響を与え、今後の彼らの活躍から目が離せません。においても重要なメッセージを伝えています。彼らの絆は、友情や信頼の大切さを示し、 個々の違いやバックグラウンドを超えて人々が共に目標に向かって進むことができるということを教えてくれます。これは現代社会において非常に価値のある教訓であり、多くの人々にとってのインスピレーションとなっています。平野章、神宮寺勇太、岸優太の三人はエンターテインメント業界において成功を収めるだけでなく、彼らの友情を通じて多くのファンに感動を与え続けています。彼らの絆は、 ファンとの強いつながりを築き、応援してくれる人々に対する感謝の気持ちを常に忘れない姿勢が反映されています。彼らの活動は、ファンとのコミュニケーションを大切にし、共に成長していくことを目指しています。彼らの友情の物語は、エンターテインメント業界全体にも新たな風を吹き込みました。彼らのような深い絆を持つグループが、これからのエンターテインメントの未来を築いていくことでしょう。 彼らの成功は個々の才能だけでなくチームとしての強さと一致団結の力によるものです。このようなチームワークの重要性はどのような業界においても共通する価値であり彼らの姿勢は多くの人々に影響を与えています。また彼らの友情はファンに対しても大きな影響を与えています。ファンは彼らの成長と絆の物語を通じて 自自分自身の人間関係にも新たな視点を見すすことができます彼らの活動は多くの人々にとっての励ましとなり困難な時にも希望を持ち続ける力を与えています彼らの友情の物語は未来に向けての新たな挑戦を予感させます平野翔、神宮寺勇太、岸優太の三人は今後もお互いを支え合いながらさらに高い目標に向かって努力を続けることでしょう 彼らの絆の力は、今後も多くの人々に感動と希望を与え続けることでしょう。